大使駅は、かつて、群馬県あずま国村大技大使にあった、日本国有鉄道あがつ線の駅である。大使駅の駅施設の一部だった便所と、ホッパー跡、復元整備前の様子。2008年4月6日、撮影群馬鉄山跡大使駅跡、復元駅車貨車類、ホッパー跡配線区間の橋梁、左の緑色の橋は、現用のあがつ線。 ま新しいコンクリート柱は工事中の群馬県道376号線日本港、関群馬鉄山の専用線として1945年に開業した。一面二線の旅客用ホームのほか、側線と鉱石積み出し用のホッパーを持つ駅であった。京浜地区に向けて鉱石を発送していたが、鉱石輸送の廃止と阿賀津線の大前方面への 延伸により1970年に休止、翌年廃止された。廃止時の所属路線は阿賀つ線だが、長野原線から阿賀つ線に、路線名称が変更されてから列車が運転された、ことはなかった。1967年6月10日の長野原線、渋川駅長野原駅電化後も、非電化のまま取り残され、ディーゼルカーが、長野原駅と当駅の間を1日後、 往復するのみであった。電下区間は急行列車も合わせて定期で15往復の運行があり、接続はおおむね良かった。廃止後は並行していた国鉄バスバナ時期線の本数が若干増やされ大体とされたが、2009年に廃止され、沿線自治体の国村へ路線が移管された。現在は市町村合併により中野城町 A バスとして運行されている。当駅は 車止めや鉱石積み出しのホッパーなどが移行として残っており、また当時を忍ばせる駅名標等が2013年に設置し直されている。また当地は中野城町や地域の住民により公園として整備され、子供用遊具、花壇、公衆トイレなどが設置されていた。これらの整備を行った際に移行が多数残されていることから2014年4月中野城町は当駅を 本格的に復元することを決定し、埋まっている遺構を掘り出し、ホッパー跡を修復することになった。2016年度にクラウドファンディングに寄付を募集し、約215メートル分のレール敷設や、約71メートルのホーム復元を実施した。木造平屋建て約96平方メートルの復元駅舎は2018年に完成し、鉄鉱石を積んだバケットなども展示された。 4月から一般公開され、5月にはに大井がは、鉄道伊川線で使用されていた、和布にはさんが、中野城町に譲渡され、当駅跡に搬入された。総事業費は、約1億4000万円であった。また復元に合わせて、長野原線で使用されていた、蒸気機関車と同系の車両を展示する予定で、車両を保有している、東日本旅客鉄道と交渉が行われている。 長野原草津口駅から東駅までの間の配線跡は長野原草津口駅を出てすぐにある上地プレートガーダー橋山間部を抜ける水道等がそのまま残されている。常日の橋梁から国道292号と合流するまでの区間の水道は内部崩落のため通行止めとなっている。国道292号と合流し再度分岐してから 先の北側は当駅までの区間を地元の裏道として活用している。街頭区間に2カ所ある水道は、単線規格のため内部での自動車の利合はできない。ありがとうございます。